それではいただきます。これを蓋しようかなと、こぼれたらえらいこっちゃ。いただきます。焼きそばホットサンドいただきます。ちょっとこれ辛口やから心配ですけど、うまい、これうまい。これマヨネーズ入れたらもっと美味しかったかもしれないです。美味しい。うん、外はパリッと、中は焼きそばでうまい、うまい。コーヒーは本当は豆からやりたかったんですが、ちょっとないので、またいただきます。うん、美味しいわ、これ美味しい。わざわざ来た甲斐がありました。今日から立春、春です。まだまだ寒いですが、ようやく外に出れそうです。山菜関係も目立ってくると思うし、これからが楽しみです。